どの程度の応募があるかは分かりませんが、おそらく1万以上、もしかすると数万の単位の応募があると思います。応募サイトが開設して受付を開始するのは予定通りのですね、11月の24日からですが、どのような応募サイトになるのかは、システムの会社等と調整の後にですね、月内には詳しい情報を公開できるものと思います。12月の7日に受付を締め切り、形式、法的、デザイン一次を年内に絞り込んでいく方向性、本審査については、そうですね、年明けからスタートをしていったいきたいというふうな意見でございました。私があるところで立ち止まっていたら、お声掛けをいただいてですね、エンブレムで成功させて、オリンピックにいい風を日本に吹かしてくださいね。どこのどなたかわからなかったんですが、そういうことをですね、声をかけられるというようなことがあって、大変嬉しかったと同時に、責任を感じているのと同時に、皆様方のお力があったのかなということも感じました。